にちは。今日もダラダラと喋りたいと思います。今日もね、レッスンをやってて気がついたことっていうか気になったことをちょっとテーマにね、だいぶ前の動画でね、ソファミレドをなめんなよっていうタイトルやったと思うんだけども、動画あると思うんですね。でその時にも言ったことと同じことなんやけど、オカリナって音程はめちゃくちゃ悪い楽器ですよね。もうそう思ってくださらんとあかんと思うんだけどね。だから例えばそうやったら、そうの指を押さえて息を出したらそうが出ると思ってたら大きな間違いで、まあそうみたいな音が出てるよねっていう程度やないとあかんと思うね。でまあ別にそれで OK の人は別にいいんですよ。口笛を家で吹いてるとか鼻歌を歌ってるような、そういう感じでオカリナをやってれば私はいいなっていう人は全然それで OK なんだけど、そうじゃなくて、いやちょっとちゃんと上手くなりたいという人にはそれでは絶対ダメで、これ主に僕が作ったオカリナのその基礎練習のプリントね、これをもらっていただいた方向けみたいな話になっちゃうんだけど、そのプリントはまあ滑らかに吹くっていうことがこう基本なんやけど、音程の正確さとかね、その辺のことももちろん狙ってて、でその1番から何番かまであるんだけど、その中それほとんど全てが、まあ全てではないけどほとんどがね、層の音から始めてるんですよね。でそれなんでかというと、まあ大した意味ないんだけど、まあ指的にも構え方というかね、指的にも安定してるし、まあ割と音が正確に、普通に吹いただけで正確に音程がある程度正確に出るかなと思うので、そう基準に最初はそうから始めてるんですね。でそのプリントは要は最初一番としてはただそうのロングトーン3拍伸ばしっていうのを小節やって、次それを四分音符に分けていってやってね、その後今度そうから順番に、4分の4拍子で3拍ずつね、1小節目ソー3拍、2小節目ラー3拍、次 C 3拍ってやって、高い方のファーまでロングトーンかっていうかね、まあそういう練習なんやけど、その時にねソーの音をこう吹いて次ラーに行く時にね、大概の人ね、よっぽどちゃんと気をつけてやってる人は別やけど、大概の人ね、そのラーが低いんですよ。でそうするとソーからラーに行った時にラーが低いとね、後のシードレミファンでも必ず低くなるから、そうから高い方のファーまでの音程の感覚がこれぐらいあるとしたら、もうその感覚がラーがもうすでに低かったらこれぐらいになっちゃうね、なんかね、手で表すね。で実際どういうことかというとね、そうの音からラーに行くときにね、これでもそうラーみたいに聞こえるでしょ。でもこの感じでそのソーラーが今だいぶ低いのね。でこのラーが低いまま、例えばソーラシドまでいったら、ドの音を確かめてみると全然ちゃうでしょ。正しくは、ね、これがラーが低いとドまで、ただ問題なのはね、ってやってもね、なんとなくソラシドに聞こえるでしょ。このなんとなく聞こえるっていうところがちょっと困ったところでね。で、正しくは、今最後のやつ全然あかんやつね、全然違うでしょね。なんかこうなんていうの、天井にっていうか空に抜けていくような感じね。なんか歌歌う時にこの辺髪の毛上から引っ張られてこう背中が伸びてかかとが上がるような感じとかよく言いますが、そういう感じね。普通になんかどっしり構えて、なんていうのかな、こう
偉そうに吹いてたらもうラーに上がる時点でも全然低いしね。それと逆にソーかソーファミレドも一緒、こっちもあの今度逆やね。ソーからラーに上がる時は一言で言うたらちょっと頑張るなあかんけど、ソーからファーの時にね、ソーの強さとファーなんて隣の音やから、ソーとファーなんてね、だからねついソーとファーを同じ息で吹いちゃうのね。そうするとでもこれがまたソーファーに聞こえちゃうんですよね。そこが具合悪いところね。こうね、全部高いまま吹いちゃうと、これピアノで確かめてみると、うん、このドなんか全然違うでしょ。だからソーからファーに一個初めて下がるとこね、まあ音階で言えばね、一個初めて下がるここをちゃんとしっかり下げへんと後が全部高くなっちゃうのね。上は逆にしっかり上げへんと後が全部低くなっちゃう。で結果どうなるか言うと、最低音から最高音までの間が本当やったらこれぐらいあるところが、なんか上が下がって下が縮まってて、こんなことになっちゃうわけね。なんか天井低い音階というかね。いやソーファミレドもね、あかんやつ。うまく下がっていくときに息をセーブするコントロールができひんと、そういう風になっちゃうのね。だからあのプリントをね見てもらっている方は、それを練習しはるときにそこを一番気をつけてください。そうでないとあのプリントをやる意味は半分ぐらいなくなってしまうんでね。ソーから初めてラーに上がるとき、ね、ソーから初めてファーに下がるとき、それをしっかり必要な分だけ上がる下がるね。それができひんかったらプリントで次こんなんありますよね。これも当然ソーラーが低かったらダメでしょ。でそのソーラーが低かったら次のラシラーも最初のラーから低くなっちゃうから、こんなことになっちゃうもんね。っていうやけど、なんかずっと地面を張ってるでみたいな、そんな感じになっちゃうね。本当はね。ということで、そう、まあ簡単な今日はね音程の話でしたが、でその基礎練習のプリントをまだまだね欲しいと思われる方は連絡してもらったらね、いつでもメール添付という形でお送りしますね。ただでねお送りしますんで、ご連絡ください。それから いつもね見ていただいてますが、YouTube のチャンネル登録もね、まだの方おられたらしてみてください。今日はそれだけです。ありがとうございます。